晴れ男。晴れ男ではないです。ありがとうございます。うまっ。コクがあるというか、なんか可愛い。井上。ありがとうございます。嘘ついてんじゃねえかよ。深町くん。いや、俺深町くんじゃなくてもわかるよ。嘘ついてるって。毎週毎週。ありが、いや、嘘ついてんじゃねえかよ。嘘ついてる。だから、俺のファンに叩かれちまえ。井上。よっ。お見事。お上手。もう一本。もう一本。見てるコーナーじゃないんです。あ、そうなの、ごめん。わかりました。じゃあこうパパがやっちゃうぞと。おお、気持ちいい。焚き火だ焚き火だ落ち葉焚き火。井上いっちゃっていいですか。ベーコン自分いただきます。うわー、ベーコンってこんなに美味しいんだ。焦げ焦げ。失敗。焦げ焦げ。もう一回ありますか。食べる。いや、いらないですよ、そんな焦げたら。おい、准教授高槻明が飲むやつ。ココアはオランダ産だよじゃないのよ。ココアか紅茶か。僕のおすすめはココア。ココアもちろん井の頭さんだよ。井の頭さんってなんだよ。井の裏、はい、いけー。しか持ってないですか。ほら、かわいい。ほら、ここちょっとこう。もう気になりません。大丈夫ですか。気になる。長い方がいい。井の裏。ここか。このままでは、今日を境に世界は衰退の一途をたどります。世界が滅びるだと。俺が止めないと。俺が止める。外行ってる時はマスクだ。井上。なんだよ、有岡呼んでやればよかったな。あいつ喜んでくると思うぞ。サウナ、サウナ行こう。はい。すいません、ちょっと整ってるところ。はい。締め込みお願いします。いやサウナ最高。俺には物についた記憶を読み取る能力があるらしい。行くぞ。